はい、どうも皆さん、こんにちは。また言っちゃった。こんばんは。今日もね、始まりました。毎週金曜日8時からといえば、YouTube ライブコンサート、フルートのね、音色をぜひ皆さんにお届けしようと思って、シリーズで続けております。今回でもう8回目、8回目になるのかな。お、皆さんもどうもこんにちは。なりちゃんさん、いつもありがとうございます。さやかさん、リスマルさん、畑焼山修一さん、本当にいつもありがとうございます。もう皆さんすでに常連ですね。あ、それから伊藤正明さん、ありがとうございます。トムキ吉田さん、ありがとうございます。こんばんは。今日はですね、まあ、5月になりまして、北海道も結構もうかなり春めいてきましたよね。そうですね。桜も一気にこう暖かい日が何日か続いた時にもう満開になりまして、今ちょっと散りかけですよね。そうですね。もうね、それをなんかすごいこう綺麗な感じでね、咲いてましたね。なので、今日はですね、ちょっとこう、まあ、もう本州の方は結構もう暑いっていう陽気らしいですけどね、そう、30度とかね、行ってるみたいですけども、北海道はなんかようやくね、春が来たという感じで、それにちなんだですね、爽やかな曲の数々をお届けしたいと思います。お、皆さんどうもこんばんは。ありがとうございます。毎週の楽しみです。ありがとうございます。待ってました。はい、というわけでですね、早速今日は1曲目、演奏していきましょうか。毎回ね、お伝えしてますけれども、このコンサートはしっかりそのね、感染症対策の方とかなどもいろいろ取らせていただいております。皆さんね、ぜひ気をつけて、日々を過ごされてください。で、ちょっとだけね、皆さんにこの非日常をね、お届けしていきたいと思いますので、ぜひ楽しんでいただければと思います。じゃあですね、まず1曲目、これは、まあ、フルートのメロディーとしては非常にね、印象的な曲ではないかなと思うんですけれども、グリーグ作曲のペールギュントの朝ね、これを演奏してみたいと思います。
ありがとうございました。はい、ありがとうございました。いかがだったでしょうか。あ、僕今の曲にリバーブ入れるの忘れたなすいません、生音でお届けしちゃいましたけれどもいかがだったでしょうか。ですね、ちょっとこれまでのコンサートよりもあのボリュームレベル、マイクのレベルをちょっと落としてます。あのこれまで少し音がやっぱりガンガン吹いた時に割れることが多かったので、ちょっと音が小さく、あと僕の喋ってる声ももしかしたらちょっと小さく届いてるかもしれませんけれども、あのもし聞きづらかったらあのぜひ言ってください。お、拍手いただいています、ありがとうございます。そしてリスマルさん、今日の入場料ありがとうございます。またいつも本当に2人分をあのしっかりいただいて、あの本当にありがとうございます。このコンサートは皆様のスーパーチャットで、運営させていただいております。本当にありがとうございます。お、素晴らしいです。リバーブなしでも素晴らしいです、素敵ですよかったそう、気にならなかったです。うん、あ、よかったよかった。うん、そう、音割れなくなりましたね。あ、よかったよかった。そう、前回のその収録した時、配信した時の音がですね、あのリアルタイムでやった時のがちょっと設定が悪くてね、あのちょっとお聞き苦しい音を届けちゃったんですよね。今回はちょっとそのリベンジということでいろいろ設定してきました。で、 Windows とかね、 Mac とかいろんな OS も試してたりとか、うん、結局今はあのね、 Mac の方で結局配信してますけれども、うん、ブローチ素敵ですね。ああ、これですね、ありがとうございます。そう、初めて触れてもらったそう、うん、これ以外にもちょっといろいろね、あの今後は付け替えていこうかなと思ってるんですけれども、うん、さあそんな感じで、今日はやっていきますけれども、ごめんなさい、コメント表示してなかったですね。中学の授業以来久しぶりに聞きました。ああ、そう、僕もですね、これあの初めて聞いたのはあのですね、なんか合宿とかやりません？なんか中学校とか林間学校っていうのかな、うん、ありますね、うん、はい、それのなんかどっかの山奥の青年の家みたいなところに行って、なんかみんなで、寝て過ごすじゃないけど一泊なんかそこでいろいろやるっていう、うん、なんかそれ。お、スーパーチャット、ジェニーさんありがとうございます。スーパースティッカーありがとうございます。そこで僕朝起きるときに流れてた、うん、これがすごい印象的な、うん、すごい覚えてるんですよね。そう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 、うん、ただただ辛かったっていう、なんかその早起きですよね、うん、そう、林間学校は、うん、ただただ辛かったっていう思い出はあるんですけれどもお、河原さんありがとうございます。あ、メンバーありがとうございます。今朝からライブに間に合うように家事を段取ってフルートも練習しました本当にありがとうございます。僕のこのコンサートを中心に生活が回っているというありがとうございます。さあさあさあ、そうですね、小鳥のさえずりみたいな場所もありますよね。そう、ではですね、次も吹いていきたいと思うんですけれども、次の曲はですね、ボッケリーニ作曲のメネットです。もともとはこれバイオリンで演奏する曲ですよね。でもあの非常にこれはあの多分結構なんかいろいろ聞いたことがあるような、クラシックといえばこれみたいな割と定番の曲だったりもしますので。あ、小豆さん500円、スーパーチャットありがとうございます。初めていただいたんじゃないかなあ、それがナホマルさんありがとうございます。1220円、今仕事から帰ってきました。今日も楽しませていただきます。ゆっくり楽しんでいってください。ぜひね、なんか飲み物なんかもね、飲みながらでも大丈夫ですよ。じゃあですね、ボッケリーニのメネットを演奏させていただきます。
ありがとうございました。爽やかな曲でしたね。ごめんなさい、なんか髪の毛かな、なんかですね、吹いてる間になんか今この辺になんか怖い髪の毛がなんかもしかしたら虫だったかもしれないですね、怖い大丈夫ですよ、なんか皆さんモニターで確認しようと思ったけど僕にはちょっと今見えなかったんですけど何でしょう、僕一回あるんですよね、本番で、いや本番っていうか発表会か何かで、うん、ここにハエが止まってお、拍手いただいてます、ありがとうございます、ありがとうございますそう、ですね、僕が留学してる時の、それこそまた合宿あったんですよ、合宿そう、まあ先生の、クラスでやる合宿みたいなもので、うん、すごいフランスの南田舎に行ってすごいいいところでやったんですけど、その講習会の最後にみんなで一人ずつ演奏するんですよ、はい、発表会みたいな感じで、ね、うん、その発表会の時に僕にここにずっと灰が止まって大きい灰、しかも向こうの灰ってなんか振りほどいても飛んでいかないんですよね、ずーずーしいですよね、そう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 、うん、いやそれは気の毒なんかそれをちょっと今思い出しましたね、うん、よく我慢したとか先生に褒められました、 その時、確かに、いやもう誰が見ても灰だってわかるもうでっかいんですよこんな、うん、それは、ディレイがあったけど戻りました、あれディレイがありました、あれれ、大丈夫かな、そうですか、うん、遅れたんだ、やっぱりちょっとですね、うん、Mac でやるとこういうところがね、あるんですけど、画面とフルートが音が遅れることがあるんですよね、うん、そう、やっぱりちょっと次回はまた、うん、考えてやらないとダメかな、うん、そうなんですね、はい、そう、なんかね、ありましたね、僕なんか動画で見たことあるんですよね、コンクールか何かでここに蝶々が止まってっていう、うん、いやもう今僕も そんな状態になったんじゃないかなと思ってごめんなさい、なんかわたわたしちゃいました皆さん今ってこう顔とかあまり触るなとかもありますよね、はい、うん、この辺は大丈夫なんだけど目とかやっぱ粘膜、口とか鼻とかほじったら一番ダメみたいです、ね、皆さん気をつけてください、気をつけてください、はい、はい、画面が途中で止まった、あら、あ、本当だ、なんかちょっとドロップしたフレームが、うん、画面止まった感じがありましたね、そうか、これはちょっとうん、回線の問題かもしれないな、あ、今そういろんなところでその今増えてますね、そう、生放送やってるから回線が圧迫されちゃってるんですよね、 YouTube、 さすがの YouTube も結構、うん、はい、じゃあですね、そう、お、話ばっかりしてないで演奏しましょう次はですねモーツァルトです、はい、ですね、これもですね、バイオリン、もともとはバイオリンとオーケストラの曲なんですけれども、すごい素敵な曲があって、ランパルが編曲しました。で、蝶もですね、フルートに吹きやすいようにデイドゥアに変えて、編曲したそのロンドという曲があります、うん、デイドゥア、ケッヘル番号が184かな、うん、非常にですね、これもモーツァルト、いかにもモーツァルトらしいっていう素敵な曲ですので、ぜひ聴いてみていただければいいかなと思います。ごめんなさい、コメント表示しなかった、うん、あ、はい、ではいきます、thank you.
いかがだったでしょう。いい曲ですよね、うん、僕大好きなんですこれね。そういつかオーケストラとかでもね一緒にやってみたいですけどね。うん、ありがとうございます、拍手いただいてます、ありがとうございます。そう、よいしょ、さあさあ、お聞きいただいておりますけれども、うん、私もチャレンジしてみたいです、うん、ああそういい曲ですよね、ぜひぜひ、ね、楽譜出版されてますので、モーツァルト好きなので嬉しいです。お、それはそれはいいですね。いいんですか。うん、なんと次の曲もモーツァルトだからですよ。そうですね、うん、そうですね、はい、ムッチさん、スーパースティッカーありがとうございます。踊ってる。はい、今大丈夫だったですかね、あの音とか途切れませんでしたか。うん、大丈夫かな、大丈夫そうだな、あれからドロップしたフレームは増えてなさそうなので、はい、さあさあさあ、今モーツァルトをね演奏をしましたけれども、そう、はい、今日もね持ってきました、こちらのバスフルートね、を使ってモーツァルトのね曲を演奏してみたいと思います。あ、ゆきおさん2000スーパーチャットありがとうございます、ありがとうございます。ゆきおさんから3つもいただいてるな、本当にありがとうございます。あ、大丈夫ですね、音も大丈夫でしたか。あ、よかったよかった、うん、前回もねお世話になりましたけれども、またまた、宅潤一郎さんアレンジのバスフルートの曲からですねアベベルムコルプスを演奏してみたいと思います。今はね結構本当にいかにもモーツァルトらしい、こうね快活な明るい感じでしたけれども、次はこれは割と、まあ、聖歌みたいな感じですよね。教会とかで、うんうん、そう合唱で歌うような神聖な気持ちになる感じです。これをまあ聞いても分かるんですけど、そのモーツァルトって本当に和音の使い方がねすごく上手だし、それに乗せるメロディーもね本当に素敵だと思いますね。うん、ぜひですね、まあ、バスフルートの音色もこれにぴったりと合うかと思うんですけれども。ぜひピアノ伴奏のね音色の変化あたりにもねご注目していただければと思います。うん、お、そうでっかいですよねバスフルートね。もう画面端から端までこう来ちゃうから、うん、すごい存在感がありますよね。そうたくさんの曲です、あ、決してその、面白いことはあんまりやったりしないでちゃんとした真面目の真面目なアベベルムコルプスですので、ぜひですね聞いてみて、バスフルート持ってる人っていうのは、あ、でも僕の視聴者さんだったら結構いるのかな、うん、もしかしたらねバスフルート持っててなんか曲吹いてみたいなって方はバスフルートのね曲たくさん書いてくれてますので、概要欄に確か貼ってたかな、うん、貼ってなくても拓潤一郎ってこう検索したらブログ出てきますので、たくさんの、うん、そこから購入していただけると、いいかなと思います。たくさんもきっと喜ぶと思います。さあ、ではバスフルートねやっていきます。お、初めて見ましたって人もいますね。あ、ごめんなさい。
はい、ありがとうございましたね。バスフルートの音色を好きな方って結構いらっしゃいますね。うん、うん、あうん、やっぱちょっとカクカクになっちゃってるのかな。あ、ちょっと回線が遅い感じですね。うん、うん、今ですね、あ、じゃあやっぱりこれ後で高画質版それから高音質版を上げ直しますね。前回もそうさせていただきましたけれども、ちょっと、うん、ちゃんとした聞きやすい感じの、うん、を上げ直します後でね。はい、なんかこうしっかりね楽しみたいって方はぜひそちらもねチェックしていただければいいかなと思います。うん、やっぱ止まってますね。うん、はい、ごめんなさい、これはちょっとどうしようもないかな。うん、後で直します、上げ直します。あ、そしてなんかスーパーチャットいただきましたね。静か金田静香さん、ありがとうございます。2,000円ありがとうございます。いつもいつもいつも、うん、金田さんは結構いつもじゃないかな。いやいや、でもありがとうございます。はい、音はほぼ大丈夫。うん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 、ほぼ大丈夫。うんうん、あ、画像だけが止まった感じですね。なるほど。へ、うん、あのバスフルートのじゃあちょっと豆知識みたいな、やっぱりですねこれだけ大きいからめちゃくちゃ重いんですよ、ね、でバスフルートを、ね、持ってる人は分かるけど、ずっと立ってこうやって構えてるのすごい大変ですよね。うん、少しでもマシにするためには真横に構えるじゃなくて、できるだけ縦に近い形でこうやって構えてですね、だん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 こういう形になっていくんですよね。そう、うんうん、アンブシャーもできるだけ横にしてこうやって、うん、縦に近い感じで、あと親指に負担をかけないようになんかこうやって右手はこう、うん、他の指でもちょっとこれを挟んで持ったりしますよね。うん、あ、やっぱりちょっと今日なんか回線の調子悪いかな。うん、ごめんなさいね、なんかちょっと聞きづらいから、うん、次回までにはちょっとちゃんとおね、うん、復活していることを願って。今は安定してる。おし、じゃあ安定してるうちにいっちゃおうかな。はい、じゃあですね、もうね、さ、次で最後の曲となってしまいます。はい、ね、もうなんですよ実は。なんでかっていうですね、次の曲が長いからです。本当に15分近くありますからねこれね。うん、で、まあ、このコンサートはね、一応感染予防の観点からちょっと1時間以内になんとか収めようという形で、やりたいと思ってますので、だいたいこれを弾くといい感じの時間になるんじゃないかなと思ってます。これもですね、ドップラのハンガリー幻影幻想曲っていうこの曲は、まあ、フルートを吹く人にとってはかなりその、ね、人気の高い曲ですね。僕もいつかこのコンサートでやってみたいと思ってましたので、ぜひですねこちらを楽しんでいただければいいかなと思います。Thank you.
いかがだったでしょうね、非常にまあなんて言うんでしょうね、この拳感っていうかね、そうですね、引用よね、そうそうそう、すごい日本人向きっていう、さらーっていうね、ラララララララっていうね、はい、おすごい、あたくさん拍手いただいてありがとうございます、ありがとうございます、あすごい、スーパーチャットも伊藤正明さん、ブラボーありがとうございます、すごいたくさんブラボーいただいてる、演歌っぽかった、そうどうしてもね日本人が演奏するとこうなっちゃうんですよねでもやっぱり日本人が演奏してもこんな感じ、うん、あそうですか、なんかもう第一アクセントの言葉タラーっていう、
ハンガリー人って人種的にはなんか、そうなんですね、うん、日本人に近いってね、うん、聞いたことありますよね、はい、通じるものがあるのかもしれないですよね、うん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 、なるほど、いかがだったでしょうか。本当にね、皆さんのね、拍手たくさんいただいて本当にありがとうございます。こんな感じでね、コンサート毎週金曜日やってますけれども、本当に今日本当にごめんなさい、なんかいろいろ聞き苦しい点があったと思いますね。回線が止まっちゃったりとか、あとなんかね、うん、すごい、ちょっと次回までにはなんとかできそうなところはしてきます。お、それから、ギターマッシマッシマさん、最高すぎました、ありがとうございます。ついでにリクエスト、フルートソナタナンバーワン、エリック エワーゼン、あ、ちょっと僕これ初めて見たな、エワーゼン、エワーゼン、へえ、最後の曲すごい好きだから、あ、よかったです、よかったです。これは本物だって。ありがとう。いやいやいや、そう言っていただけると嬉しいです。ありがとうございます。あ、そして柳ひなこさん、ありがとうございます。この曲で吹けるようになったらもうフルートやめてもいい。いや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 、まだまだね、フルートいい曲いっぱいありますよ。まあちょっとね、本当に先ほど言いましたけど、聞き苦しいとか、ちょっとね音声がずれちゃったりとかね、この辺もなんとか次回できると思うので、しっかり直していきます。もし何か楽しめたと思ったら、ぜひグッド評価とね、あと今日初めてこのコンサート来ていただいたって方、ぜひですねチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それからですね、毎週金曜日このようなコンサートやってると言いましたけども、次回はですね、実はもうごめんなさい、予定が決まってまして、フルート二重奏でお届けしようかなと思っております。はい、ぜひまたねちょっと違った音色を お届けしたいと思いますので、チェックの方をねよろしくお願いいたします。それからですね、あ、そうそう、明後日もまた生放送やります。こちらはレッスン系のね生放送ですね。アルテという教則本を使って、レッスンをしながら皆さんとちょっとね楽しんだアンサンブルなんかも楽しんでいくとか、そういう感じのリサイトルじゃない、生放送になりますので、ぜひそちらも楽しんでいただければと思います。はい、という感じで、先ほどねアンコールという曲を声をたくさんいただいてますけれども、そちらを演奏させていただきますね。そう、もうね深夜には深夜という感じではないですけれども、こういう演奏会がね長く続いてくると、だんだん眠くなってくる人がいらっしゃるかと思うんですけれども、トゥーランドットのオペラから誰も寝てはならぬ演奏して、今日は終わりたいと思います。そうそう、リクエストもね、もしよかったらぜひ書き込んでください。アーカイブで見てる方はコメント欄に書き込んでいただいても大丈夫です。ぜひねたくさんコメント残してください。ぜひ参考にさせていただきます。というわけで、トゥーランドット誰も寝てはならぬね、最後まで、本当にご視聴ありがとうございました。ではアンコール演奏したいと思います。
ありがとうございました。いかがだったでしょうか。ね、これもね、なんかこう、確かフィギュアスケートですよね。有名になったのはね、この曲はね、はい、非常に流行った曲の一つあったかと思うんですけれども、うん、ね、後半に行くに従ってもう音が絶対割れるなと思ったので、吹きながら音量、このボリュームのレベルを調節するというちょっと高等テクニックを今ちょっとやってみました。おかげで最後ちょっと割れずに済んだかなと思うんですけれども、本当に拍手、皆さんありがとうございます。ありがとうございます。今日はですね、本当にありがとうございました。で、音のね、なんかこう皆さんの感想とかもすごく参考になりました。こういう生放送ですので、いろんなちょっと不具合とかもね出てしまいます。そういう時にちょっと皆さんのね、こう助けがあると、すごく次に活かせたりとか、今直せることはすぐパッと直せたりできますので、すごく助かりましたね。本当にありがとうございます。まとこさん、アンコールありがとうございます。500円スーパーチャットありがとうございます。そうですね、ありがとうございます、ありがとうございます。そうですね、はい。フルートの音っていいなって改めて思ったって、ありがとうございます。そう言っていただければ、本当に演奏感病理につきますね。ぜひなんかね、こういう時ですけれど、皆さんもね、フルート吹いてみたいなって気分になっていただけたら、すごく嬉しいです。もちろんフルートをね、やってないって方も、素敵だなっていうふうに思って、ちょっとこうね、現実をこうね忘れて、もらえる時間が取れたらよかったなと思います。さあ、というわけで、医療従事者の皆さんに癒しを送りたいのはナイチンゲールをお願いします。ナイチンゲールも、そうですね、ありますね。なるほどなるほど、うん、ぜひですね、ちょっとそれ考えさせていただきます。お河原彩さん、あゆみさん、贅沢な時間でした。ありがとうございます。4歳の娘がピアノの女の子かわいいって、言っております。ありがとうございます。ありがとうございます。何かお礼を。どうもありがとうございます。女の子です。はい、というわけで、今日はね、本当にまたたくさんのご視聴ありがとうございました。ぜひまた次回もね、楽しんでいただければと思います。はい、ぜひグッド評価とね、あとチャンネル登録もまだの方はぜひお願いします。ではまた、次のコンサートでお会いしましょう。本当にありがとうございました。今日は またあげます後で。Mm-hmm.